堀さん韓国とかよく行かないんですか。よくは行かないですね、韓国で、ね、はい、韓国の芸能はどうですか。韓国の芸能、うん、まあ、自殺問題とか。自殺問題ね。まあ整形大国ですからね、うん、指殺人っていうらしいですよ、ね、指殺人、うん、あのスマホで、スマホのなんかコメント欄がめちゃくちゃらしいですよ。なんかスマホというか SNS の、ね、サンジャポでやってましたよね、すごいですよ ね。だからメンタル弱い人はあれにやられちゃうんでしょうね、うん、あと日本以上に何だろう、清廉潔白を求められるというか、うん、そういう傾向ありますよね、うん、で一回戦われ始めると、うん、本当に死ぬまで叩くぐらいな、うん、ほらなんか性接待疑惑とかあったじゃないですか。あれとかもすごい激しく叩かれて、うん、もうだから韓国で叩かれるともう韓国ではもう二度と浮上できないらしいですよ、うん、だからあの自殺したからの子もう日本で再デビューというか、うん、日本でね、やりたがってましたもんね。だから日本はまだ優しいと思いますよ、韓国に比べると、ね、堀江さんも大復活してますもん ね、うん、韓国はやばいです、うん、絶対復活できないです。できないんだ、そこ怖いね。死ぬまで叩く、あ、確かに。それがなんか良しとされているというか、社会的にそれが容認されてるっていう、悪いことしたんだからしょうがないっしょみたいな怖いみたいな、うんうんうん、